広島臨時仮議事堂第7回帝国議会は1894年10月18日に開会された大日本帝国の帝国議会。開催地は広島市の広島臨時仮議事堂。日本の県政市場で唯一東京以外の場所で開かれた国会である。広島城本丸に置かれた広島大本営1894年8月1日に 始まった日清戦争において日本は大本営を広島市中心部の広島城内に設置して戦争行動を指揮した。大本営に広島が選ばれた理由としては当時日本から中国大陸への最大の平坦拠点の一つが宇品港だったことが挙げられる。同年9月15日には大元帥である明治天皇が同地に行行し、 当分の間滞在することになったことを踏まえ、第4回総選挙結果を受けた帝国議会も特例として広島市で開催することとなった。1894年10月18日より1週間の会期とされた本議会では、臨時軍事費予算案や戦争関連法案が審議され、全会一致で可決された。1889年の帝国議会開設以来、 この年の春に至るまで、明治政府と衆議院が激しく対立していたが、政局は、日清戦争を天気に一転して、挙国一致体制となった。1894年、沈モ門ミフに国家教の、旧派軍領に、在理に大等を、進む目を焼くそれのことを、知るただ立法の要無媒を、沈騎議会の協賛を持ち、無物ありの地域二千地帝国議会を召集するの。 必要任命ここに、来る10月15日をもって臨時帝国議会を、広島に召集し7日をもって回期と試すべきことを、命数百両親書それ陳会を訂正よ。5名5時明治27年9月22日を広島、大本営、各総理大臣伯爵、伊藤博文。停心大臣伯爵黒田。 清隆海軍大臣白爵、西郷嗣道みとむ大臣白爵、井上香おるり軍大臣白爵、大山岩尾のお務大臣死釈。江本武明外務大臣死釈陸。奥宗光大,大蔵大臣。渡辺国武司法大臣検問部大臣。吉川明生。ご署名原本、明治27年。正直9月22日。臨時帝国議会招集。 国立公文書館アジア歴史資料センター陳帝国憲法第七条及び、議員法第五条に入り十月十八日をもって、臨時帝国議会の開会を命すご名護事明治十七年十月十六日、各総理大臣伯爵、伊藤博文帝新大臣伯爵黒田、清高海軍大臣権陸軍大臣伯爵、西郷つぐ農商務大臣死者、江野本武明、 外務大臣を釈陸、奥宗光大蔵大臣、渡辺国武司法大臣、吉川明正文部大臣公爵、西恩寺金持内務大臣死釈、野村康氏、御所名原本、明治27年、正直10月16日、臨時帝国議会開会。ありがとうございます。